用意された釣り具を査定するのではなく、その釣り具についた最高額を皆様にご紹介して、その時代背景を皆様にご説明する電丸鑑定団。今回紹介するのは、ごく短い間だけ値段が釣り上がったことがある今でも名鑑と言われているライギョロットオフトの7級猛鏡について皆様にお話ししたいと思います。このオフトさんのライギョシリーズというのは、メーカーが出したライギョロットというものの中ではガンガンシリーズに並んですごい古い歴史があるものとなります。でこれがですね、歴史が長いためにモデルチェンジがやたら多いです。で一番初期のモデルっていうのはブルーシルバーのカラーでした。でそれからですね、私95年に自分自身が購入したりとかですね、あと98年から商売を始めて実際仕入れたりしてたのでしっかり覚えてるんですけど、グリーンになって字が白になっていました。で次に黒いブランクスになってゴールドのロゴになりました。ここすごい人気でしたね。例えばこの時に68っていう今までになかった長さのクリーク向けの機種が登場したりですね、あとは超ヘビーカバーでも対応できるその7級猛鏡という、この2機種っていうのが特に人気でした。で68の方はですね、雨具みたいな狭いオープンエリアもクリークで使いやすいとかみたいな感じで限定的な地域で人気があるっていう感じでしたけども、7級の方はですね、もうヘビーカバーフィールドでこう安心できるっていうので全国的な人気があったっていう、そういう感じでした。でこんな感じでですね、その黒のブランクスにライギョっていうゴールドのロゴがついたモデルっていうのがすごい人気だったんですけど、なぜかですね、あの R バージョン2って言ってですね、 R ってあのライギョってことなんですけど、アルファベットの大きい赤い字で R バージョン2っていうモデルにあのモデルチェンジしました。でさらにですね、あの袋にもね、その R っていう風に前はこう後半にこう漢字でライギョって書いてあったのでですね、 R っていう風についたっていう感じになりました。でこれでですね、その硬派な方々がですねかっこ悪いって話になって、ブランクス自体は結構良かったんですけどね、あの前とほとんど変わらない感じで安心感もあってブランクスも厚くていい感じだったんですけど、すごい不評でした。だから前のモデルがいいって言って、その前のモデルの在庫を探してそれ買わずに探すみたいな感じでそっちを買うとかですねなってですね、でなぜかその新しいモデルよりも中古モデルの方が値段が上がるとかね、意味がわからないことが起こったりとかして、でその R シリーズっていうのはメーカーさんもちょっと不評だったので、なんか3割引きですとか言って売ったりとかして、そんな感じであの出回ってですね、ブランドイメージが一気に下がったっていうですね、そういう歴史があります。で次にですね、そのメーカーさんも懲りたみたいで、ですぐにまたそれを廃盤にして、で次にまたその黒いブランクスに金色のライギョっていう文字がついたモデルっていうのを復活しました。でこれがですね、ライギョ T っていう名前になって、グリップのジョイントの部分とか、あとは多分ガイドもそうだったのかな、あのチタンの素材を使って強度を上げるっていうので、ライギョ T っていうのを出してきました。でこれはですね、普通のフィールドでやる方っていうのは全然いいんですけど、ヘビーカバーでねやる人からはね、あの7級の猛鏡がですね、ブランクスがこう軽くなって軽量化したので厚くないから、旧モデルよりもトルクがないとかですね、パーツがチタンになっているのでこう粘りがないとかですね、そういう不満がね噴出しました。でメーカーとしてはですね、そういうチタン素材を入れることによってバットパワーを上げながら時代の流れに合わせて軽量化しているとかですね、技術の進歩によって時代のニーズに合わせるっていうつもりで考えてたんですけど、超ヘビーカバーでやる方っていうのはその昔ながらのブランクスが厚い重いライギョロットがいいっていうですね、そういう方々っていうのが存在していました。もうあの今の現在はですね、もうカバーフィールドもすごい少なくなってきてますし、逆にあのライトウェイトシューターっていうロットが出てきてですね、ヘビーカバーじゃないところでもフィールドにしていこうよっていう、それでライギョ将来的にずっと楽しみ続けようよっていう考え方が出てきたりですね、あとは素材の進歩によってそのタッピー使いになってるとかですね、別に超ヘビーカバーじゃないところでも釣りをしましょうとか、むしろ超ヘビーカバーなくなってきてますとかですね、そういう考え方になってきてるのでちょっとピンとこないかもしれないんですけど、15年前っていうのはそういう考え方っていうのが確実にあったわけですね。これはちょっとね、あの Q&A のライギョロットの進化のところでも少しお話ししましたけど、こういう時代の葛藤というのがあったわけですね。で実際にですね、2000年代の初頭に私がプロデュースしたファオがジャクソンさんから発売されました。で私のプロデュースしたものは短めでこうクリークを釣るあのムーブスナイパーっていうサオだったんですけど、でそれと同時にですね、同じジャクソンさんからあのプレシャスセイバーっていうサオが登場して、それはあの関東の方がですねプロデュースしたサオで、ものすごい太くてものすごい硬いっていうサオです。でその超ヘビーカバーみたいな場所にこだわって、でそういうところでも確実に長くファイトすることなくライギョを釣ってですね、ですぐ逃がしてダメージがないみたい、でそういう限られた場所でやるからライギョのダメージも広がらないみたい、そういうコンセプトの竿っていうのが発売されていました。
でこの竿はですね、実は私もあのフィールドテスターでテストしたことがあって、で結構張り切ってやってたので、意外と80アップとかもその竿で釣ったんですけど、あの一応テストなのでね、しっかりこう口が破れない状態で食い込んでるなっていうのを確認して、こう何回かこう抜き上げたことがあったんですけど、80アップでもですね、竿先がこうちょこっと曲がるだけっていうですねそれすごいパワーの竿でした、うん、でそういう竿が2000年代の初頭にちゃんとこうメーカーさんが発売して、赤字にならないような販売本数を実現できるぐらいに、まあ、15年ぐらい前っていうのはですね、そういうニーズが確かにあったということなんですね。でそのような感じでですね、時代も技術も進歩していってですね、このライギロとか軽くなっていったりとか快適になっていってっていう世の中の中で、そういうあの替えが利くものじゃなくて、ライギロ7級の猛強が今だって欲しいっていうふうにみんな言い出すわけですね。でそのファーストモデルのブルーシルバーでもなくて、グリーンでもなくて、で R でもなくて、ライギロ T でもない、サードモデルの黒いブランクスの金のロゴの7級猛強っていうのを皆様が求めるっていう、そういう状態が生まれていったわけですね。でこういった考え方の方の情熱っていうのはすごい強いんですよね。だから軽くなってますよとか快適にやれますよって言ってる時代に、あえてそれが欲しいんだっていう人たちなんで、すごい情熱なわけです。で市場にはもう限られた本数しかないわけですね。 R っていう風に変わっちゃった時に、お店の在庫でサードモデルっていうのをみんなが探して買っちゃってるので、まずその新品の市場ではほとんどないですし、で中古市場でも少なくなってるわけですね。でそのモデルを、その少ないモデルをみんなで奪い合うっていう状態になるので、一時的に値段がバーンって高騰したっていうことが起こったわけです。私が具体的に覚えていたりとか、あの店長ないですか、この金額だったら買いますよって言われたのが、だいたい当時の定価の1割引きの3倍ぐらいまで金額が上がったっていうのを私実際に見たことがありますし、それで欲しいから探してくれっていうふうに言われたこともあります。で私が聞いたマックスではですね、個人売買でやっぱ7万円とか8万円とかっていう金額がついてたの でそれを例えばショップさんが仕入れて利益を乗せて販売したっていう話を聞いたのが、10万円弱っていうのがついたっていうのを最高額で聞いたことがあります。で一番初めにですね、そのある一定期間だけ金額がついたっていう話をしたのは、現在はもう市場価格がすごい落ち着いてるっていうのがあります。で先ほどちょっとお話ししたみたいに、やっぱこの15年の時を経てですね、ヘビーカバーフィールドもどんどんなくなっていったりとか、まあ、考え方がいろいろ変わっていったりとかして、だいぶ金額っていうのは下がってますね。で例えばですね、最近ヤフーオークションを見たんですけど、まあさすがにですね、あそこまで値段が高騰したっていうのがあって、サードモデルはもう少ないんですけど、セカンドモデルとか T モデルでまあ、大体1万円から2万円ぐらいみたいな感じですね。ただね、その他のモデル、例えば7級じゃないモデルっていうのが1万6000円なのに、猛強だけが2万4000円になっていたりとかですね、そんな感じで、そのかつての人気の名残っていうのを見ることができます。でこんな感じですね、今回はそういう時代背景とか時代の流れによって、本当に短い間だけですけど急激に値段が上がったことがあるというライギロットについてお話しさせていただきました。このような感じですね、まあ、今回初めて竿の話をしたんですけども、面白いなと思ってくれた方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。このような感じですね、またこれからもちょっとレアな釣り具とか古い竿とか皆様に対してご紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。